大陸から伝わった象眼技法は武士たちの身の回りの装飾品として発達しました。肥後象眼は加藤清正に仕えた尾張の鉄砲鍛冶林清兵衛らに始まります。その技術を開花させたのが清兵衛の子林又七です。中でも肥後鍔は重厚な刀鍔として知られます。細川家の庇護を受けた肥後鍔作りは林、平田、西垣、清水、上吉家によって受け継がれます。肥後象眼の高度な伝統技法は明治9年の廃刀令以降、一般庶民の装飾品作りに活路を見出しました。昔はですね、その鍔自体は鍛え金でやってましたので、鍛冶屋さんがそういう鍔の形だいたいこのくらいの丸で作ってきたのをですね、生地屋さんっていう、昔はその生地をある程度専門に作る人がおりまして、でその人が作者に頼まれて、ある程度まではこの形を、鍔の形、透かした部分とかをその生地屋さんが作ってきてですね、それから先は作者の方が細かいところは自分でやすりかけたり磨いたりしてから、その象眼にかかってたわけですよね。生地作りは各供養文を描いた鍛え金を帯の子とグラインダーで耳と言われる鍔の周囲削りから始まります。仕入れた四角形の鍛え金は厚さ5ミリ、中心には中子穴が開けてあります。鍛え金の生地を切ったり削ったりして刀鍔を形成します。耳が出来上がると次はドリルで鉄生地に穴を開けます。ドリルの刃を大きくしながら少しずつ穴を開けるのです。刀鍔は実用性に加えて美しさを併せ持っています。肥後の均衡による肥後鍔には細川家家紋の供養文が数多く見られます。細川家の家紋をかたどった角供養作りは、ドリルで開けた丸穴を四角にする作業に移ります。昭和初期頃までは生地専門の生地屋さんがおられ、いろいろな鉄生地を作っていたといいます。根気を必要とするヤスリがけは一日では終わりません。鉄生地に供養文が出来上がると、ヤニ台と呼ばれる松ヤニ台作りです。鍔生地を固定する作業台を作るのです。もうどの品物でもほとんどこういう風に練ってから裏に松ヤニをつけんと仕事がしにくい、布目が切りにくいです。特に薄い鉄板だったらですね。ヤニ台の松ヤニは松油とトノコ、綿花、油塩、油を混ぜ合わせますが、その調合は門外不出とされ、愛弟子にも教えていません。粘着力の強い固形状の松ヤニを加熱、少しずつヤニ台を作っていきます。
そして松ヤニ台がまだ柔らかい時に唾生地を押し当て、唾生地を固定する位置を決めます。ヤニ台の完成です。肥後つばの代表的な文様には唐草や渦巻、かずら菱、古木などがあります。これらの文様を和紙に墨書きする下絵書き、古木文様は細い古木の枝を図案化して線で構成した文様です。古木の枝一本一本を書き写します。ここを角度がピタッと合うようにしてから下絵描きした和紙を松ヤニ台に固定された鉄生地の上に乗せます。そして下絵描きの文様とその文様を施す鉄生地の場所を一致させるため生地に印付けをします。鉄生地に直接文様を描く書き写し、江戸期の肥後つばの文様を忠実に再現するという作業です。書き写しを終えた鉄生地に切り込みを入れる布目切り、肥後象嵌の代表的な特徴です。胸象嵌と肥後象嵌の布目切りはその回数と切り込みが異なります。肥後象嵌の布目切りは縦、横、左斜め、右斜めの4方向から行います。1ミリあたり 4,5 本の切り込みを等間隔に行い、その速さは1秒間に 3,4 回、打ち込む玉鋼の角度は75度から80度です。この布目切りは布目を切った部分にゴミや手の垢が付着しないように、切り込む部分以外は下絵の和紙をかぶせたまま行います。布目切りによって鉄生地の表面には鋭く尖った針の山ができます。針の大きさが異なる剣山です。切り込みは徐々に弱く、そして浅くしていきます。肥後象嵌作りは一般的に図案を描いた部分全体に布目を施し、そこへ金や銀の平板、金線を乗せて打ち込みます。刀つば作りでは文様を描く場所を数箇所に分け、一つの部分に布目を切って金線乗せ、打ち込みを連続して行います。
つの部分の連続作業が終わると次の部分に同じ作業を繰り返します。錆との戦いです。いつまでも全部切っていつまでも時間を置いておくとまた錆びる可能性もあるわけですね。だからなるだけならば布目切ったらそこに入れていくというすぐ入れるという感じですね。生地に埋め込む金線は直径が 0.2 ミリという細さです。鉄生地全体に古木文様が出来上がるとやや大きめの金槌で叩き締めを行います。古木文様全体を叩き金線を生地にしっかり埋め込むのです。いらなくなった布目、この模様を全部消してしまって金の模様だけにして元のツルツル状態にしてしまうわけですね。叩き締めが終わると古木文様以外に残った布目をなくす布目消しを行います。ならし棒を使い分けて不要な布目を削ったり潰したりします。これが大体あと30分ぐらい続くかもしれないんですね。布消しの段階がですね。先端が平たいヘラやタガネを使って生地の表面をならし、柔らかい頬積みで磨き上げます。キワキワまで表面を今度はならしていきます。今守護象眼っていうのは、まあ、昔からある中でもその布目象眼と昔からのこの鐔の今まで作品も見てきた中でもですね、まあ、いろいろ伝えられております技法としてですね、この布目象眼っていうのが今主体になってますけど、布目の他にもあの彫り込み象眼とか切りばめ象眼、正門象眼、そしてまたすりはぎ象眼っていうですね、5つの技法があるわけです。布目消しを終えた生地は松墨と硫黄を溶かした松墨液につけます。 今は硝酸水を使ってますけど、昔は硝酸がなかったもんだから、その松墨と硫黄と水を混ぜてこういうのを作って昔の人はやってたわけです。今でもって本当かなと思うけど、やってみればそういうふうに腐食するわけですよね。表面が溶けてくるわけですよね。江戸期の肥後象眼職人が苦労を重ねて作り出した技法が続きます。錆付けです。象眼師が秘伝中の秘伝とする錆付け液を使うのです。錆付け液は松墨と硫黄を溶かした水溶液に、象眼師が独自にネズミの糞やアユのウルカ、カニ味噌などを付け加え調合したというものです。
このため象嵌師たちの使う錆付け液はそれぞれ異なります。錆付け液を塗り炭火で焼く、乾くとまた錆付け液を塗るという作業を繰り返していきます。錆付けは鉄生地の表面に錆が現れるまで続けます。現在の肥後象嵌は錆出しに硝酸や塩酸などの薬品、錆止めにお茶の葉のタンニンを活用して真っ黒な重厚感ある美しい作品を誕生させています。薬品のなかった江戸期の肥後つば作りは錆付け錆止めに苦労しています。錆付けの終わった鉄生地は米ぬかと油を混ぜたぬか油を塗っては拭き上げ、またぬか油を塗って磨き上げる作業を繰り返します。お茶の葉を使った場合は錆とお茶の葉のタンニン酸が化合して黒くなりますので、これは茶色仕上げの錆ですから黒くならないように、今は使ってますけど昔はお茶は使ってませんでした。この時はぬか油塗布を終えると、続いてはろうの一種イボタロウというろうを塗り、ツヤ出しと表面保護を行います。仕上げにミツバチの巣から作ったミツロウを塗ることもあります。ぬか油とろうが錆止めの役割を果たすのです。鉄砲や刀つばの装飾に始まった肥後象嵌は武士たちの装飾品が主でした。肥後の金工たちが作った肥後つばは羊羹色と言われます。肥後象嵌師川口智明は肥後つばの伝統技法を継承する一人です。